対策本部から山岸亮太弁護士です。お願いします。皆さんこんばんは。ただいまご紹介いただきました弁護士の山岸です。だいぶ寒くなってきましたけれども、昨年の夏あの暑い8月9月から冬を通り越して、そして春になってまた暑くなりましたけれども、ここに集まってくる皆さんの熱気はますます熱くなっている、そういうふうに実感できるこの皆さんの力だと思います。弁護士会は強制加入団体です。すべての弁護士が弁護士会に登録しています。もちろんいろんな考え方の弁護士もいます。しかし憲法に違反する法律はこれは違憲だ、立憲主義は守らなければいけない、我々は弁護士ですから法律を無視する、憲法を無視する、違憲なことを決める、こういう政府や国会、これを認めるわけにはいきません。違憲なものは通っても違憲です。6ヶ月たとうが1年たとうが違憲なものは違憲です。弁護士会ではその考え方で安保法は違憲で廃止にすべきだ、こういうことで皆さんと共に頑張っています。最近九州で、熊本でまた再び大震災がありました。今度の震災は1回の地震で終わらず、何度も何度も震度3や4の地震が来ています。この地震が来て国家緊急権を作るために好都合だと言った人がいるそうです。とんでもないことだと思います。先日日弁連でもこの大災害、大震災と法律、憲法、こういうことでシンポジウムをやりました。そこで東大の石川先生という憲法学者の人が言いました。昔といっても100年くらい前、シチリア島で地中海で大地震があって、やはり大津波が来て町が一つ、人口10万人以上の町が一つ消えてしまったことがあったそうです。その時憲法学者は必要の前に憲法も変えなければいけない、こう言って国家緊急権を作った、それに賛成した、こういうことがあったそうです。ところがその後どうなったのか。その国家緊急権を利用してムッソリーニが独裁政権を作って、イタリア国民を、またアフリカやヨーロッパの市民を多数殺す大戦争になってしまいました。震災を大変ですけれども、それは決して国家緊急権の問題ではありません。その同じシンポジウムで東北で震災を受けた双葉町の町長さんがこう言いました。本当に必要なのは地元で、その町々で、そこにあった災害の対策が必要なんだ、きめ細かいものが必要だ、県単位でも大きすぎる、町単位でも大きすぎる、町の中でも山の方や町場のところや海岸沿いでやることが違っている、国に権力を集めて緊急権を作るよりも地元の市町村に機動的な災害対策や行動させる、そういうことが一番だ、国は金を出すだけでいい、口を出さずに金を出せ、国家緊急権なんかいざ災害が起きてから緊急に立法する、これは泥棒を捕まえてからなおなると同じことで全く役に立たない、こういう現場の声と、それから憲法学者、この2人の声が国家緊急権について話がありました。今弁護士会では立憲主義を取り戻そう、民主主義を取り戻そうということで、今年の秋の人権大会をやろうとしています。そして多くの弁護士会で街頭行動やシンポジウム、プレシンポを重ねています。なぜそういうことをするのか。憲法に違反する、立憲主義を違反する、こういうことでは人々の暮らしや人々の人権がないがしろにされてしまう、これは法律家として、専門家の段階として
断固として阻止しなければいけない、こういう気持ちでおります。皆さん共に頑張りましょう。山岸さん、ありがとうございました。